菊正宗酒造株式会社は、兵庫県神戸市東灘区に本社を置く日本の酒造会社。菊正宗酒造記念館な大里の一つである三影里に本拠を構える大手の一角。菊正の愛称でも知られる。創業は万事2年と古く、業界の大手として、清酒業界をリードしてきた。2009年に、 創業350年を迎えた老舗メーカーの一つである。古くは五代醐天皇に沢の井より汲んだ水で酒を作り献上したと言われており、その時天皇より可能の名を賜ったとされている。創業三陰の名門、可能家の本家にあたり、一門からは同じ三陰里にある日本最大手の酒造メーカーである白鶴酒造の可能家や、 行動館を創設し柔道を創始した、加納寺五郎の加納家、日本ボクシングの源流の一つである、神戸ジムの創始者の加納検事を出した。なお、菊、正宗はとりわけ、関東地方で根強い人気を誇り、辛口が多い。現在では、手間がかかるためあまり行われていない、気元作りにこだわっている。また、樽酒では、トップシェアを取っており、 料理と一緒に飲むお酒として人気がある。なお、やっぱり俺は、聞く、正宗という CM ソングでも知られる。以前は、ラジオ CM のみであったが、特選、乗船、軽船のリニューアルに伴い、2008年10月から TBS にて、テレビ CM を再開。2009年1月には、朝日放送と、テレビ朝日の共同制作番組で提供を、再開した。 2009年9月より、テレビ CM をリニューアル。歌は同じであるが、ジェロによってカバーされた。なお、この CD は非売品である。創業から360年を迎えた2019年には、神戸市に本拠地を置く、J リーグチームビッセル神戸に所属しているアンドレス。イニエスタが、菊正ネアンバサダーに就任。イニエスタを起用した新 CM を放送。なお、 この CM には前日の CM ソングは使用されていない。合名会社本可能商店、加能次郎右衛門の20世紀初頭を聞く政宗は、もともと政宗という名であり、江戸時代ではその商標で流通していた。だが、政宗という聖書は、今日でも数多くの銘柄が見られるように、これは政宗を訓読すると、聖書となり、聖書に通ずるところから採用されたと言われる。 しかし実際は諸説あり、いずれが正しいかは定かではない。一般論としては、正宗という銘柄が江戸で大流行したのを契機に、世に正宗と名乗る酒が蔓延したと言われる。よって、明治時代に正宗を正式に商標登録を申請しようとしたが、他にも多くの蔵元が正宗の名を名乗り出たため、正宗が普通名詞として扱われたがゆえに受理されず、 ふと思いついた菊を監視、菊、正宗という商標が付けられることになった。など、平成14酒造年29酒造年 PT、カウキャッチャーテレビ PT、カウキャッチャーテレビラジオなど。ありがとうございます。